さあ戻ってきましたよ。相手はまあ弱そうだな。行こう。ちょっと相手向かいの忘れたんで、一つね、上のやつにしたのはなくなってるんで、防御力がね若干低いけど、まあ大丈夫でしょう。おっと、弓か。移動力がないからな。あ、痛い。おお、ナイス回避。ここでいった、この野郎。帰るんだろ。暗いな。体力がすごいぞこいつ。なんだ63点。バナナくれ、バナナ。これバーサークモロ的なやつ。ぬぬぬぬぬ、いった。え、なに？これ殺すだけでしょ。分かってる分かってる。お、出た、2回目。さあ、トーナメント初戦ド派手にね、いったね。鎧って大丈夫だよね、光一郎。バーバリアンチャンピオンがクソ強いんですよ。玉潰しダメージは上だね。スタミナ鎧が敵の方が上だけど、体力は半分ぐらいか。オッケー。あ、インキルすんなよ。しないか。はいはい。剣は人を殺すんじゃない、助けるんだ。急にどうした。はい、いけるいける、押し切れ。あー、罠か。あのマークはそうなのか。なんだ今のは。殺してるか。危な。はい、おーっとかわすね。オッケー。バナナでもよかったよね。最後バナナとかやってみたいな。観客の投げ物で死ぬっていう屈辱じゃない。トーナメントすれば命がけできないんだよね。だからここで死ぬんだよね。さあボス、多分日本語化になって初めてやるんですけど、絶望的な差があるんだよね。決勝の後か。お、ほぼ私の方が上だね。遠隔ダメージが敵はあるだけか。移動速度もあるが近いな。いた。子猫に育てられた男が。想像したらめっちゃほんわかじゃん。やるね。いや、ここは、あー、倒しきれんか。5ダメージか。ダメだね。5なら使ったけどな。分かっている。答えはいつも一つだ。あ、そう、こっからね、ぶわっていってるね。さあ、来たよ、チャンピオン。チャンピオン、なんで殺さないといけないんだろうね。いいじゃん、その挑戦権得ていってるんだからね。見逃してほしいよ。スタミナ上だが、体力、鎧が、共に上で、トータルでいったら、2倍弱あるじゃん。2倍くらい、うん、あるね。さて、ここは観客の力でも借りようか。おい。鎧がすごいもんな。スタミナ的にケアしないだろう。ここは25から28ダメージかけるか。
観客を見ておけ、これが突撃だ。外した。あ、まずいぞ。キックは大したダメージないからな。逆に敵が寄ることによってダメージ増える説あるから。スタンを狙うか、スタンを狙おう。おら、おお、やるじゃないか。仕方ない、バナでも食らえ。これ追撃ができまい。休憩して振りかかろう。観客よ、これが突撃だ。いた。いや、まだ体力はうちが上回っている。バナナうまく使えばいけるぞ。いや、当てていきたいな。これ2回、いや2回当たる可能性はないな。スタミナもないし、ここは消耗戦だ。よし、いいね、いいね。どうした、チャンピオン、チャンピオン、えい。まずいな、今の一手が。まずは、まずバナナか。キックがあればね、スタミナの配分をミスった。やってしまった、完全に。頼む。よし、キック、バナナ、これかけるか。これにスタミナは7しか残らないか。いや、でもここで外せば死ぬからな、どうせ。あと一旦か。いや、行こう。オーケー、チャンピオン、いい戦いだったよ。胸が高鳴ったね。君もそうだろ。殺すしかないからね。さあ、新しいチャンピオンの登場です。新しいチャンピオン来たね。まさか勝つとは思わなかった。なるほど、観客を使うのか、いいね、そういうの。実力なら上ですけど、ホームにすることによって勝っていくと。来ました、フルトン、ドラゴンの父。やば、いいっすね、勝っちゃったな。まさかですよ。あげとこうかな。よし、まあとりあえずね、ここにしますか。これでどうなるんだろう、また行ってトーナメントなのかな。まあ、この勝利はね、ちょっと嬉しいですね。初めて勝ったんでね。あとはちょっと装備品整えてね、まあ、あのチャンピオンの名に恥じぬように、彼と同じ防具、来た来た来た。これを買おうと思ったんだよね。これをもらって、で、ショップ行って、武器買いてえな、でも。4000か、これ売り値は ?1100 か、足んないな。まあ仕方ないか。アーマーを育てよう。あ、ローマの盾いいな。弓スロットが、ロ。わかんないな。プラス6上がるのか。あ、16も上がる。欲しいが高えな。売ろう。まずヘルメットがちょっと嫌だね。いや、これが似合うな。10、19、これ着たいね。ローマ系1個着たいな。他は侍あるね。ダークエルフ、侍かっこいいな、これ。赤備えじゃん。赤備えじゃないんだろうけど、赤いね。赤い侍一番強いからね、決まってるんでさって。んー、ローマか。これならローマが断然いいんだけど。ワンローマ行くか。ワンローマ、頭だけローマ行こう。あ、いいね。わ、なんか雰囲気あるな。頭だけローマ でズボンだね。盾変えないかな。変えないか。だいぶね、強化されました、この会見。いや、強そう。いや、強いか。で、盾だけね、しょうもないんで、これは買いたいな。
まあ、決闘していきますか。ちょっと命中率上げて、大振り攻撃するんで上げて、体力、スタミナ面だね、上げつつ、命中感上げしておきます。さあ、行くか。サコン、パクリーノ。武器も強くなってきた、回転。だから武器の性能で押したところあるんですけど、おっと何すんの、いきなり。はい、おら、よし、ピヨった。待っとくか。もう一回ぐらい。おい、あーっと。いった。休憩。わ、出た。くっそ、この野郎。これは？突撃するか。観客よ、これが突撃だ。ほぼ死んでんじゃん。バナナ無理か。はい、この強さすごい髪型してんな。アイ、どっちだろう。さあ殺してやろう。お、初めて見る。やっぱ北斗の剣なんだね。お、来た、上がった。まがまがしい。もうここまで来たらね、満足級ですよ。600か。よし、来た。あれ、あー、足りないか。他見てみようかな。あ、足りる。ギリ変えた。よし。血脈、ああ、はたか、これかな。ピンクでこれかな。似合わね、酒場。ああ、掛け事あったね。これはいいや。終わりか。ホットシートって何、次の戦いのやつ。ああ、マジ普通に戦うんだ。へえ、ナイトヘッド。アーマーかっこいいな。サイバリって稼いでくるかな。参加費上がってる。足りない。強そうだな。アーマーもあるし。こういう時はパフォーマンスだ。そんな近づいていいの。おら、ピオラナイトはやるな。暗い。いや、そう、さっとくんだよ。わ、かわした。おら、こいつかわすな。いって、いや、動けない。動くか。やるな。いや、暗い。キック。なんで近づくの君、もう何なんだよ。もう一回ぐらい、キック。離れすぎだけどね、次は。近づ、近づいて休憩するでしょ。18ダメージ。近づく、休憩。近づく、投げる、休憩する、突撃するか。近づく、投げる。オッケー、ナイス。ピオル、休憩する、やられる。あれ、しまった。頼む、命だけ、命だけ頼む。100なんかあるから、100なんかあるから、全部全部全部やるもんの。あー、弱すぎた。調子乗りましたね。いやー、でもだいぶ
次いけるね、これね。フルトンの血が 次のダイエット、ホットシェルって見たかったな。戦えるってことか。いやー、これまた増えるんでね、また強くなると思うんですけど、近接型ね、ちょっと2パートに当たってやりましたね。2パートというか、まあ、超短いかな。まあいいや、まあ、遠距離捨ててね、近距離で行きましたけど、もう一つね、敏捷型の近距離もあるので、ちょっとタイプの違うね、やり方もスキルとかもあるから、ちょっと、またやろうかな。割と面白いですよね、これね。評価もめっちゃ高いんで、このシンプルな感じでね、面白いっていうのはね、なかなかいい感じですよ。ちょっと、武器だけ見たいな、最後に。ちょっと適当に行きますね。わかったわかった。嫌なやつ。あ、またやるの、またやるの。これわかんないわ。なんかのゲームなのかな。まあ、この辺の処理どうでもいいですね。とりあえずちょっとアイテムを見たいだけなんで。アイテムとスキル合わせないといけないんでね、そこはあるけど、遠距離特化とかもありかな。でもダメージ的にね、遠距離だけでは死なないんだよね、全然。メタルギアとかあるじゃん。この斧型で言ったんですけど、刃系だね、敏捷を振るので、まあそのさっき襲ってきたようにめっちゃ遠くから突撃してくるやつみたいなやつはこっちなんで、それありかな。武器はこっちの方がかっこいいね。値段安いな。1800で17から19、2200で19から20。あーでも必要数は、でもあれか、種類が多いねこっちね。アキレさ22から24、まあ、幅はそんなもんか。へー、この辺だよね。ジェムか。敵を燃やし各ターンに武器ダメージ 10% 与える確率を 10% 低くない？こういうのもあるんだ。ちょっとね、違うパターンでもう一回だけやってみたいね。また近々ね。まあ、とりあえず今回これにします。